平野の仕様のブログ更新が物議を醸す。ジャニーズの海外進出計画にやぐんん最近、平野の仕様がキング、リンチェを脱退した理由に関してジャニーズ事務所が海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございませんと、コメントしたことが一部のスポーツ紙で報道されましたた。この報道により、ネット上のキンプリファンからは批判の声が相次いでいます。 平野紫仕様は、ジャニーズ事務所との契約終了約1時間前の22日午後11時頃に、ジャニーズ公式モバイルサイトのブログ連載、ショータイムを更新しました。その中で、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、ショう と書かれており、金プリが掲げてきた海外進出を実現できなかったことを、ごジャニー北川前社長にわびる内容が綴られていました。また、できないと言われたら仕方がない、という数踏みから、ファンの中にはジャニーズ事務所藤島ジュリー恵子社長が、平やメンバーに、海外進出はできない、と伝えたのではないかと解釈する人々も多く存在しています。 そのため、ネット上では、やっぱり、ジュリー社長に海外進出できないと言われたんだね。夢に向かって頑張ってきたメンバーに対して、よくそんなこと言えるね。最後に、潮君から真実を聞けてよかった。ひどい事務所だね、といった、ジャニーズ事務所に対する否定的な意見が相次いでいます。しかし、報道によれば、東スポウェブは事実確認を行った結果、 ジャニーズ事務所から、海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございません、との返答を受けたと報じています。この報道を受けて、ネット上では、嘘こけ。保身のために平野が嘘をついたように仕向けるな、はぁ仕様君が嘘をつくわけないじゃん。誰も事務所の言い訳なんて信じないよ、厳しい、といった事実なくても、できない、とは言ったんでしょ 同じこと、といった、やはり事務所に対する批判的なコメントが殺到しています。ここ数日は金プリファンの間で緊張が高まっており、新しいグループのロゴマークについても賛否両論が飛び交っているようです。ジャニーズ事務所は23日、新アーティスト写真と共にロゴを公開しました。 以前は、の、上にあった王冠の枝分かれが3つから5つに変化しておりファンからは、この、5つのトゲトゲは5人の、ことだよね。離れていった3人の存在を、ロゴに残してくれてありがとう。王冠じゃなくて、ティアラ、ファンの故障、かなイコールファン、ってことだったら嬉しい、といった、好意的なコメントも寄せられています、います。 一方で、5人が頑張ってきた証だから、ロゴは変えないで欲しかった。そんなに生まれ変わったことをアピールしたいなら、グループ名も変えればといった複雑な感情を抱くファンの声も見られます。今回、ジャニーズ事務所が平野のできないと言われた、という主張を否定したことは、注目されます。 多くのファンがメンバーの脱退に悲しみを感じている中で事務所が信頼を失わないことを望む声もあります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。